びっくりした。天罰と示し合わせたのか、何か定か、理由は定かじゃないけど、まさか我がモンゴリアンチョップやると。あれは強烈だったな。モンゴリアンに慣れてることにしても天罰の賛同を受けたよね。でもいや、ちょっと今日は拍子抜けしたんだと、うん、焦って慌てて決めにかかったけど、今後岡の将来を占う大きな技になりかねないなと思いました。いやまあ久しぶりにあのね、長田中西さんまた、うん、この3試合目戻ってきたんですけど、まあ今日は岡っていうパートナーでね、うん、あの岡はやっぱり今なんか、なんていうのかな、あのいいもの持ってんねんけど、もう一つ何か一つでも二つでもなんか足りないっていうかね、そんな気がして、やっぱりあいつにとってやっぱり何かきっかけみたいなもんがねあればって思いながらやったんですけど、やっぱその中であいつがなんかすごいあの、まあ、モンゴリアンじゃないけどもね、ああいう技を出したっていうのは突発的な部分でもやっぱ俺の目の前でよくも出してくれたなって思うけど、その反面やっぱり、うん、あの本当にね本気でモンゴリアンを使うっていうそんな気持ち持ってるんやったら、うん、やっぱりそれはもう、うん、彼の自由ですからね、うん、止めることはできないんじゃないけど、うん、いくらでもやれって、うん、自分の個性を生かしてね、自分のやっぱりオリジナルを目指してやってくれれば、あ、そしたらもうこれは何も言うことないですよ、うん、まあ大事に使ってほしいしね、やっぱモンゴリアンっていうのはやっぱ俺にとってもやっぱり天下広しからし、山本博時代から始まってね、やっぱその時代からもうずっと今までこの20年30年近くやってきたわけなんで、まあ今までは、うん、そのなんていうの、うん、ここまで、うん、まあちょこちょこやられる時あっても、まあ、彼がどれだけのね気持ちで持ってやるのかわかんないですけど、まあ、それはもう、うん、彼次第ということで、うん、俺は俺でまあ、あのやっぱあともう1試合ね盛岡でしっかりと、うん、がっちりと戦い抜くっていう気持ちで、うん、あいつらにはもうまだまだ可能性がいくらでもあるんで、うん、岡大丈夫か、はい、はい、いや、モンゴリアンやってるよね、うん、ありがとうございます。あれもうバンバン飛ばしてやれば、はい、うん、相手もぐちゃぐちゃ潰れるって、はい、うん、あれマスターしてればな、うん、なんかあれもきっかけみたいなもんで、あれさえガッともういけば、うん、しっかりできるよ、はい、ちゃんとマスターせよ、はい、オッケー、頑張れ、ありがとうございます、はい、俺は変わる、強く進化してる。